日本東京都足立区梅島梅島は東京都足立区の地名。現行行政地名は梅島1丁目から3丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は121-0816。東京都足立区中部を南北に貫く国道4号の西側、東京都道318号環状7号線と東部伊勢崎線に囲まれた三角形の町が梅島である。 抗義の梅島は、交渉地名の梅島一から3丁目を含む周辺地域全体を指し、かつての東京府南足立郡梅島村に相当する。旧梅島村は、現行の梅島一から3丁目の他に、現在の栗原、島根、一つや、平野、中央本町、西荒井坂町、梅田の全部あるいは一部をその領域としていた。隣接する地域は、 北は島根及び栗原、東は中央本町、南は梅田、西は西新井栄町。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、梅島一の19の9の地点で32万円、平方メートルとなっている。1889年の町村合併で梅田村、島根村、小江門神殿、栗原村を合併した際、中心となる梅田と島根から頭文字を取って、 梅島村が誕生し、これを基盤として1945年と1947年の2度の区画整理の実施を経て、梅島町が成立したことに由来する。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、 区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲覧。 市外局番の一覧総務省2017年12月7日閲覧国土交通省地下工事都道府県地下調査区立小中学校の通学区域表通学区域図足立区2017年12月7日閲覧学校選択制度について足立区2017年12月7日閲覧小学校の 学校選択制度の改正について、足立区、2017年12月7日閲覧、ありがとうございます。